YouTube イエス時間の鬼まむしこと沢しげみです。あなたの大切なものは時間です。さて、最近はですね、いろいろ本読んで、本読んだりですね、人のセミナー出たり、いろいろディスカッションしたりするのはいいですよね、楽しいですよね。最近だとこういうね、クロックワーク、社長いつまでその働き方を続けますかとかですね、バズるコンテンツの作り方とかですね、こういったものを読み直したり、ユダヤの大富豪の教え、これは本田健さんの本ですけどね。で、最近だとこの史上最強の CEO、100万部突破っていうことですね。ジェームズ・スキナー先生、コビ博士の7つの習慣を、日本に広めてくださった方ですよね。この方の、ちょっとセミナーっていうか、行ってきまして、メモったりしてですね、勉強になりました。で、この本いいなと思ったんで、ついついポチッとですね、間違って、100冊くらい買ってしまったんですね。だから欲しい方いれば、少しお譲りしますんで、お問い合わせいただければいいです。また間違ってですね、1000冊くらい買ってしまうかもしれませんが、とにかくですね、本を読んだらやっぱ楽しいと。今日はその中でいろいろ感じたことがあったんで、少し話してみたいと思うんですけれども、やっぱり人の話を聞くときの姿勢っていうのは大切ですよね。こういう姿勢、お金持ちかどうか胸先3寸5ミリだなんて話をされてる方もいますけど、つまりここの位置がこう5ミリ上にあるのか下にあるのか、これで姿勢だいぶ変わりますよね。これだけでお金持ちかお金持ちじゃないか決まるんだみたいな話もよく聞きますし、姿勢ですね。姿勢っていうのは頭の考え方っていうのも入りますんで、つまり例えばその自分より明らかに成功したり、自分がなりたい人間にすでになっている方に対して、その方の話を聞いたり読んだり、この本も要は話直接聞かないですけど、その著者と対話しているようなもんですからね。その読みながら、ここはいいね、ここは僕は理解できないねなんていうのは、これ対話ですからね。そうやって人の話を聞いてる姿勢っていうので、やっぱりこの著者はこんなこと言ってるけど、他の本ではこう書いてあったからこの人違うんじゃないかとかですね、いやいや私の今まで知ってる知見によるとこの人のここ間違ってるんじゃないかって言って読んでもいいんですけど、つまり批評家的に批判的にですね、読むのもまた頭の体操にはなるんですけども、そうするとですね、その本から結構何も得られないと。つまり、読んで楽しかった、知識がついた、お勉強になった、丸暗記できたとかっていう、そういうことでしか、この本から自分の脳内にですね、こう、価値あるものは転写できないんですね。なぜかというと、要は批判的に読んでるってことは、やっぱり自分の方がこう、上から目線なんですよね。上から目線であんた違ってるよ。僕の方が正しいんだけど、どうなんですかって、言ってもいいんですよ。言ってもいいんですけど、そうやってここに書いてあることを何か実践しようと思った時に、うまくできますか？つまり、ただやればいいことが書いてあったりしても、それを自分が気持ちよく、それを 100% 真剣にできるかっていうと、そうやって批判して読んだものっていうのは、もう自分の方が頭いいんだから、こんなの忘れちゃっていいよって言って、結局脳に残ってない、その本質や説が脳に残ってないので、実践できないことが多いんですね。つまり、例えば、私どっかのセミナーで、500人くらい聞いてたところで、そのセミナー終わって、よく名刺交換がありますよね。その名刺交換のに100人とか50人とか長蛇の列ができるわけです。ほんで、この人と話したいなって思ったら、その講師の方、知らない人なんですけれども、素晴らしいお話だったなって思って、多く話したいから、その列の最後尾に並んでいっぱい話せるようにこう待ってたりするわけですね。それで、名刺交換しますと。で、当然その、もう50人も名刺交換して、講師の方も疲れてますんで、どうもありがとうございますとか言って、2、3個と言葉交わすわけじゃないですか。その後、実際にその方にメールを送って、確認、その、続きの話が聞きたいですか、ここを教えてくださいっていうのをやるのは、500人くらいいて、せいぜい、10人とか、そんくらいなんですね。だから、聞くのは500人だとして、名刺を、交換するのは50人とか100人として、実際にメールをやって、その方のところにアクセスをするのが10人くらいで、その中で実際に会うところまで行くのが2人くらいで、その中でさらにその方が、セミの中でこうやったらいいですよっていうのを具体的にどうやるのかっていうのを聞きほじって実践するのは、例えば1人だったりするわけです。私はその手法でですね、この前は、あるやり方を習って、で、その話を聞いてから実際に行動を起こして、実際にそこでリターンを得るまで、3ヶ月くらいだったんですかね。
で、まあ、大体何千万かの、まあ、リターンというか、まあ、売り上げを上げることができたと。まあ、そのうち、まあ、半分くらいは利益になったっていうような。たったそれは、まあ、一つの話だったわけです。その話500人聞いてて、本当にその3ヶ月内に会ってやるっていうのは、まあ、もう一人とかになるんですね。まあ、よく8人の法則なんて言われますけど、まあ、10人いて、まあ、本当にその、利益を稼ぎ出すのは2割で、あとの8割の人はその利益に、まあ、おんぶされてる人ですよとか、まあ、すべてのところで8対2の法則が成り立って、この上の2割の中もまた8対2の法則があって、そうやってこう、どんどん、要は実践するかしないか、その人の話を、そんなの当たり前じゃんっていう内容で構成されてるんですよ。すごい人の話っていうのは、全部、そんなの当たり前じゃんっていう内容で構成されてるんです。なぜならば、当たり前じゃんって思えなかったら読んでる人が理解できないから。ね。読んでる人が、わからん。専門用語だらけで、なんかすごいことが書いてありそうだけれども、でも私はわかんない。でもこういう本を売れてる人なんだから多分合ってるんだろう。すごい人だ。わかんないけどすごい人だ。多分いいんだろうなんていう本はですね、わかんないんで、実践できませんし、売れませんし。でわかんないっていうのがありがたいって思う人じゃないとダメなんですね。じゃなかったら当たり前のことは、そんなの当たり前でしょ。ね、しか書いてないわけですよ。例えばこれお金にエネルギーを入れるとか書いてあって、いやお金って別に生きてないし、エネルギー入れるって何なのかな。あ、そっか、エネルギーを入れたら物理法則で燃えるんだろうな。じゃあお金燃やしてみようって思う人はダメなんですよ。まあやってもいいですけどね。まあ私もお金を燃やす、そういうワークとかですね。まあね、見たことありますけれども、まあそうやってですね、お金に対する自分の今まで30年、40年培ってきた、自分の感覚とかですね、そういうこびりついてしまった、本当はない方がいいような潜在意識に刷り込まれた様々な、まあ、信念というか思い込みがあるわけですね。そういうものを焼き捨てて、新しい、今から生まれ直して新しい概念を頭の中に入れて、その概念を持って世の中に勝負していくんだっていう、その強い志を持つような人っていうのはそういうワークをやったりですね。まあ、常軌を逸したようないろんなワークがあるわけなんですけど、まあ、こういうところに書かれてるものはですね、全部当たり前なんですよ。だったら私の方がもっと詳しいノウハウを知ってるなんて、ちょっとやったことがある人だったら思うんですけど、ただただこれをもう、先生ありがとうございますって言って実践するかどうか、それができる人が、まあさっきの例で言うと、まあ500人って1人だけだったのかもしれないんですけれども、まあその先生とはですね、今もお付き合いさせていただいてて、まだまだいろいろその教えていただいて、私のね師匠として仰いで、まあ共にビジネスをやっていけたらなっていうふうに思ってるんですけど、例えばそういうことなんですね。まあ、つまり、まあ、やっぱり人の話を聞くときには、まあ、謙虚というか、今持ってる自分の頭の中にある概念で理解することは不可能なんです。でも、自分の頭の中にある概念でしか理解のしようがないんです。だから、この概念、すでに頭の中に入ってる概念構造、知識、経験、思い込み、それは間違ってるんだろう。この頭のその考えに基づいて行動してきた結果、今までこの程度だったんだろう。この程度じゃない、こういった人たちのこの言葉、それには自分が理解できない意味があるはずだから、これやってみようっていう考え方がとても重要だと思いませんか？いやー、私は思うんですね。ということですね、これからもいろんな私の大先輩、年下の人でもいいんですよ。私より詳しい人がいたらですね、そういう方々の知識をいっぱい、吸収してやっていきたいと思います。それではですね、今日はまあセミナーの受け方というか、話の聞き方というか、まあ、まずは実践、素直に聞いてですね、当たり前のことを当たり前にちょっとやってみて、まあちょっとズケズケと、まあ教えてくださいって、まあ聞きに行ったりするといいのかもしれないですね、っていうことで、話をまとめてみました。Yes!